明治鉄道明智100系機動車は2017年から2018年にかけて2両が製造された明治鉄道の機動車である。1989年に製造された明智6系1両の代替用として2017年に1両、明智12の代替用として2018年に1両がそれぞれ製造されたロングシート、正面貫通式、両運転台、トイレなしである。 明治鉄道の車両として、初めて18メートル級の車体が採用された。ブレーキが電気指令式となったため、従来車と並結して運転することができない。明治鉄道の機動車として、初めて18メートル級の車体を採用した。前面は貫通式。乗務員室は左側で、乗務員室側にのみ乗務員用扉が設けられた。 1> 幅1000ミリメートルの引き戸の客用扉が両車端に設けられ、車椅子スペースが一箇所設けられた。扉間に窓6組があり、両端のものが上段固定、下段上昇、中央の4組が固定式である。飛ぶクロブに窓はなく、トイレは設置されなかった。外部塗装は、アケチ101が、アケチ1型と同様、クリーム色で、車体裾に下に行くほど、 細くなる朱色の帯が3本巻かれ、車体側面中央部と正面貫通とビラ部は明治鉄道の頭文字 A が異装化されている。明智102については、クリーム色と朱色の塗装が反転したような塗装となっている。車内はロングシートで椅子を持てるのはグリーン、壁は木目調とされた。NFHK 台車写真は、 アイズ鉄道 AT-700 系のモノエンジンは、新潟原動機製横形直列6気筒、DM 回 13Hz ディーゼルエンジンを採用、日立ニ2個トランスミッション製、タクン22の1601液体変速機を介して、二軸駆動の台車に伝達される。台車は、ボルスタレス空気バネ、積層ゴム軸箱支持の NF019D、T が採用された。制動装置は、 電気指令式ブレーキが採用され、そもそも即用に液体式リターダが併用される。保安装置として ATS-ST が装備された。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は機関直結式のもの2台が装備された。1989年に製造されたアケチ6の代替用として、 岐阜県鉄道老朽化施設整備計画に基づいて、明智101が新造され、2017年4月8日から営業運転を開始した。また、2018年には、明智12の代替用として、明智102が新造された。なお、電気指令式ブレーキを採用したため従来の明智、10型とは連結運転ができない。ありがとうございます。